皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。このテストに出やすい問題シリーズ、中学2年生の理科が電気のところに入ります。この電気の部分では覚えなくてはならないことがたくさんあるので、今回は小テスト編として電流の流れの基本の部分を確認しておきたいと思います。では入ります。図1として、ここに乾電池があって、乾電池のプラス側からスイッチに、スイッチからまた線が伸びて電球に、電球からさらに電池に戻るという、このような絵が描いてあります。このように1番ですね、電流が切れ目なく流れる道筋、これを回路または電流回路と言います。これ回路と言いますので覚えてください。回路ですね。2番、次の電気用図記号で表しているものは何かと、こういう問題です。1から4までありますけれど、1、なんか電気の記号で出てきそうですけど違います。で、丸の中に×が書いてあるんですけれど、これはこの部分ですね、電球です。この丸の中に×、これは電球です。2番です。この2番の記号は実はこの部分ですね、スイッチ、ね、2番、これはスイッチです。丸3番ですね、縦棒、長いやつと短いやつで両側に線が伸びている、これは電源です。この絵でいうと電池になりますね。これは3番は電源。これ長い方がプラス側で、これ短い方はマイナス側になります。ですから電池で言ったら、このプラス側の方が長くてマイナス側が短いと、こんな風になりますね。4番です。この長方形が書いてあって、その両側に線がつながっている、これは抵抗または電気抵抗と言います。ここでは抵抗だけにしておきます。電気を流れにくくするもの、それをまとめて抵抗と言います。さらにあと2つ覚えておいてほしい記号があります。電流を測る電流計、丸の中に A が書いてあります。これ電流計です。もう1つ、電圧を測る電圧計、これ丸の中に V が書いてあります。これ電圧計なので、この電流計と電圧計、この4つと合わせて覚えておいてください。3です。図1を電気用図記号、この記号ですね、これを使って表せ、こういう問題です。ここにまず電池がありますよね。電池は電源なので、プラス側を長く、マイナス側を短く、このようにします。そしてスイッチの方に向かっていっているので、ここにスイッチを書きます。そしてスイッチから線が伸びて、これ電球に入りますから、ここに電球×ですね、丸に×、そしてこの電球からマイナス側に戻っているので、ここからマイナス側にこのように書くと、ね、図1を電気用図記号を使うとこのような図になります。ちょっとこれ曲がっちゃってますけどね、皆さんは上手に書いてくださいね。4番です。電流の単位、大文字の A と、小文字の M と大文字の A、 これは何と読むかと、これ電流の単位なので、これそのまま読み方を覚えてください。 A と書いて、これアンペアです。そして小文字の M、 大文字の A、 これはミリアンペアと言います。こちらアンペア、こちらミリアンペアですね。これもしっかり覚えてください。5番です。1アンペアは何ミリアンペアかと、これ1アンペアは1000ミリアンペアです。そのまま覚えてください。1アンペアは1000ミリアンペア、よろしいでしょうか。今回は
小テストの形で電流の流れの基本について確認しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。